州稲郡飯田の御城主堀大和の神近重公とおせられまするは奥方を秋姫様と申されまして、松平阿波の神春秋様の妹御でございます。この奥方のお腰入れ当時より奥向きを務めておった山口断じと申す者の娘に富士というのがあって、この奥方のおそば使いに上がりますこの富士と申すのがこのお話の主人公でございます。お富士は文政元年寅年の生まれで、13の折がちょうど天保の元年にあたります。幼い時からまことに利口で、しかも至って親孝行者、両親の寵愛は一通りではございませんでしたが、女の子はいつまでも家に置けるわけでもなし、どうせ他へ縁づけるものゆえ、しばしたりともご奉公をいたさせ、行儀万端をしつけたいという心から、重役大岡伝右衛門という人にかねて頼みおきましたので、伝右衛門より奥方へお願いをいたしますると、早速お目見えを仰せつけられ、万事都合もよろしく、天保元年3月4日いよいよ大奥にご奉公に上がります。ところが奥方の御意にかなって万事にお目をかけられます。ことにお富士は親孝行の評判者、離れていては親の機嫌も気になるであろうとの熱いおぼし召しよりして、折々は一日のお暇を下され、親の機嫌を見てまいれとおっしゃるけれども、もとより父親男児は物堅い人でございますから、お富士の下がってくるたびに中高両道は全からぬもの、奥方に忠義を尽くして勤めさえすれば自然に行動も立つわけでよあるによって、いくら奥方のおぼし仰せにもせよ、たびたびお暇をいただいて家に戻ってくるのは甚だよろしくない、もう来てはならぬと今しめます。奥方もそれを聞き遊ばして意図どう不憫におもしめされ、ご狂言師前の師匠なのが御殿に上がりますのを幸い、糸竹の道踊りの稽古までもいたさせ、歌の照りを羽をも直してあり、ことに手習いはご自身で手を取ってお教えになりましたので、しまいには奥方のご代筆をもいたすようになりました。さて人というものは誰しも何か不足のあるもので、奥方は今年27におなりあそばしますが、まだお子様がございません。それを普段苦にしておいであそばしました。殺しも天保3年は8月15日のことでございます。堀大和の神、こちらは先ほど申しました秋姫様のお旦那様で、この話では神とか殿とか呼ばれる人物でございます。堀大和の神が伝右衛門におそば使いにお召しになって、伝右衛門、今宵は15夜じゃの、はあ、月見の宴を開くことはその方に申し付けるわけではないが、例年の通り用意してあろうの。はっ、御前所の方も一切承知してござりまする。しかし伝右衛門、要はの雪月下と申して、昔も今も人が珍重する四季の眺め、ことに以前と違って武士も太平を歌う今日じゃ、楽しみは今申す雪月下、花は見事月もよし、ことに雪国表は雪の名どころ、木々の梢に時ならぬ花を咲かせ、野も山も真っ白になった景色を、決定質に悪いというではないが、要はなぜかそれを見ても心が楽しまぬよ。あ、さようで。人々の楽しみといっては、その人々の好みによって千差万別ではあろうが、要はまだ子供というものを持たんのじゃ、親子の情というものを知らんのじゃ、はあ、恐れ入ってござりまする。奥に勤めておるあの富士の、はあ、あれは山口男児の娘だそうじゃの。あ、さようでございます。
男児には子はあれ限りか。はあ、あ、慎太郎と申す弟が一人ござりまする。うん、何歳になる？彼は確か11、12歳くらいかと思います。おお、さようか。で、男児は何歳じゃ？彼は44歳になります。44歳で二人の子持ちか。はあ、天右衛門、いいなことを申すようじゃが、我が子の愛はまた格別じゃとの。容易にござりまするで。あ、その方も確かせがれがあったの。三人ござりまするで。はあ、羨むわけではないが、まことに結構なことじゃの。は、恐れ入ってござりまするで。この可愛さと家来の可愛さとには、あ、おのずから相違あるとの。世はまだその子を持ったことないから、その人、その心はよくわからぬが、我が子は可愛い。しかし子は家来の可愛さとは違う。家来は可愛い中に大切じゃとよくお父様が仰せられたよ。ああ、さようでありがたいおぼしめし。つきましては、あ、先だってより図書を持っておすすめをおき申し上げましたる通り、奥様にはもはやお27におなりあそばしますが、今において若様姫君のもん、それは分かっとる。うん、よいよい。いや、異彩は図書を持っておすすめおき申し上げましたる通り、それは知っとる。そばめおけと申すのじゃろ。まあ、それはおってのことにの。神のお覚悟はまことに恐れ入ってござりまするが、恐れ入ってござりまするが、当お家は太閤殿下のお取り立てで、連綿たるお家柄ゆえ万が一にも落ち筋。それは図書もさようもしてじゃった。世継ぎがなければ家も耐えると。まことにその通りでござりまするで、その落ち筋を持って、それは分かっとる。いずれ見合ったものがあったら、その方どもにも、頼むが、あ、まずはそれまでは捨ておけ捨ておけ、追って沙汰をいたすぞと、ぴったり追い切りになりましたので、江出家ももそれでもとは申し上げられず、その夜はそのままにやりました。その翌年、天保4年、美の3月、深川の八幡宮に、成田の不動様が出会長と相なり、金剛金財の全南全所、日々の参詣、引きも切らぬにぎわい、市中は大繁盛でございます。ご承知の通り、堀様のお屋敷は、お中屋敷が愛宕下、お下屋敷は神田向こう柳早原、新し橋通り、下屋三味線堀と、武漢などには出ておりますが、番地書きなどと申すものは、大雑把なものでございます。このお屋敷をお出ましになるのにも、大名となるとなかなかこっそりとは参りません。よれい、今やお行列が新し橋通りに差し掛かりますと、お籠の中でお手が鳴る。お籠脇の侍、お脇によってお籠の戸を開き、上と下とのお話。お行列がスッと通り過ぎると、年の頃17、18の娘が慌てて裏道へ駆け込んだ後を訪ねて、一人の侍がお肉間横丁へ入ってまいります。さて、このご婦人、ちょっと見たところではまだ17、18にしか見えませぬが、その実は21に相なり、豊浦三平の娘、名はおとよと申します。その頃の習いといたしては、ただ豊浦三平の娘というのではご奉公に上がることができませぬので、蔵前片町の川瀬純道と申すお医者を仮親に立てて、名もおとよでは都合が悪いというので、亡き母の名を取って和歌山と名を改め、早速、お目通りに願い出ますが、あ、お
目通りに願い出ます。そうすると、大岡図書、横山伝右衛門の2人に連れられて早速お目通りをいたしまする。ともとよりご自身でお通り先でお目をつけられたくらいの美人、御意にいらぬはずはございません。支度金200両、その頃の200両といえば大した金、今の金で言いますと1600万円くらいだそうでございますが、これによって支度万端を落ちもなく整いまして、いよいよ堀家へご奉公に上がります。すると、ご殿様のご寵愛は日増しに深くなりまして、和歌山の申し子となら何でもお持ちになるというありさまになりましたので、和歌山に媚びへつらう者は何の、何の手柄もないに、ご家族のご里を葬り、和歌山の気に入らない者は忠義一徹の家臣でも歓言を申し上げて帰って罰せられ、よく眉の斧とか申します、その美しい斧の意向に打たれて、御殿は非常に気の毒な成り行きに立ち入り、上を恨む者が次第に増えてまいります。全く殿様のなされ方と申す者は赤のお月見の世の何にもかもお忘れになったかと思われますほどで、今や奥様とのお腹もまるで途絶えたようになってしまいました。するとここに重役で塚原和右衛門と申す者の子息にモンドと申して、年は28ばかり、少しにやけた方ではあるがすっきりとしたいい男ぶりのがある。これと和歌山は、当からむつましく語らって、しげしげ会いまする場所は、今申しました自分の仮親と頼んだ河瀬純道方。もともと殿様は子供が欲しいと申すので、それに和歌山はつけ込んで、どうぞしてお子様が欲しい。つきましては浅草の観前門に参詣いたしとうございます。と月に一度ずつ神に願いを立てて、共には手元に使う女中一人と他に下男を連れて忍びやかに御殿を立ち入れますが、浅草の観前の絵の参詣というのは偽りで、その実は今申し上げた河瀬純道方、ご診察と偽って2階へ上がりますと、朝のうちから門戸はここに待ちくたびれております。どうぞこれさぞお待ち受けであろうと存じてずいぶん急ぎましたが、実は朝からここで待っておったので、先ほどまで川瀬がおって話なんのかのと話に紛れておりましたが、これも急病人ができて、大脈では行かれないというので宣告出てまいったばかり、それで手前もこう一人になって、何のかのとこういろいろ考えておりました。浅草の完全の絵の参詣が先になったのかどうかと存じてな、どちらへかお立ち寄りかえ、ちょっとジップの家、さようか、それにこちらへ参る道で小沢に出会いました。お小沢、奥月付きの女中、何の用があってこの辺りを。それはそうと、私は先だってよりあなたにお目にかかってゆっくり話をいたしたいと思っておりましたところが、なかなか折りがございませんので、もうじれてばかりおりました。ほう、なんか急ぎのご用でも。急ぎの用というわけではありませんが、なんとかしてあなたとの間に早く子供が一人欲しいと思いますの。まあ願うのは男の子ではございますが、女でも苦しくないから、なんとかして早く一人欲しいと思いますの。まあそれは互いに願うとこではありますが、自由にはなりませんからな。つきましては、先だって私申しました通り、万事のことはねえそう計らうことにいたしましたところが、邪魔になるものがありますので、実は
当家の主にも様々に申し上げたところ、彼が得心してくれないじゃございませぬか。それはあなたのおっしゃるまでもない。手前も為瀬にそのことを申し上げましたところ、あたとえ君父の命たりとも毒薬調合の儀だけは平にお断り申しと申してで、なかなか承認いたしそうもなかったが、神のご寵愛深いあなたのお言葉もあることといい、手前も脅したり少したり様々にいたし、こと成就すれば生涯300石の抱えにいたすと申してで、実はそれぞれ書いたものをあれへ見せて、あれを安堵させ、その上金数100両相つかわし、とうとう余席の調合をさせました。で、異彩はお目にかかった時にお話申すつもりでございました。では、首尾よくお手に入りましたか。アーモンド様、それにはいいことがございます。実は、あ、それより、余席って何？ああ、余席は南蛮から渡ってまいた毒薬調合で、猫や珍ならその瓶の蓋を取って匂いを嗅がせたばかりで倒れてしまいます。人もそれを舐めれば毒に当たって死ぬのは必定。今これを私はここに持っておりますが、あなたはこれをどうするつもり？ではよかった、首尾よく手に入りましたのですね。実はいい考えがございますの。来月お花の盛んになりますと、お下屋敷でお花見の御宴を開き遊ばすとはもう遠からの思い立ち。そこで私がわざと下様の身なりをいたし、肩助けになっておでん屋を開きたいと思います。自分でおでんをこしらえようと思いますの。そして奥様はじめ皆様のおいでになったその時にはな。そうか、あとはあなたのお手盛りか。両人はなおもひそひそ話をいたし、刻限が来ましたので和歌山は急いで帰り支度をして、何心もなく裏手の窓をそっと開けますと、林家は稲田屋半兵衛と申して蔵前片町の酒蔵屋に通う番頭の家、窓のすぐ下は為瀬方の中庭、ひょいと見ると板園の端近に奥様好きの女中小沢が立っていて、目と目が思わず合いましたので、さすがの和歌山もびっくりいたしました。さあその翌月3月15日、堀様のお屋敷ではお花見のお催し、今日は殿様がお出ましになって、若侍からお末に至るまで、年に一度のお花見を催さるるというので、朝からその支度にせわしく、向こうの築山にはおでん屋ができて、こちらの花の下には甘酒を売る店が置かれます。しかしこういう時にもお腹違いの殿様と奥様とはまるで仲が良くなっということはありませんで、お道を お庭内の道を歩きになる時さえ道が違います。夕方からのお催しで、その15日の満月は桜の枝にかかってしっとりとした花の姿はまた格別の眺めでございます。奥方は小沢、茂岡、三沢、富士などの多くの女中をおそばに置いて、こう夜桜をご覧になる。枝もたゆむばかり爛漫と咲き乱れましたる花が泉水に映ります姿のあまり景色の良いのに、しばしお立ち遊ばしてご覧になりましたが、だんだんと裏手の小山にかかり、ひときわ松や竹の茂った社の影をふと見る気もなくご覧遊ばしますと、モンドと和歌山の二人が何かひそひそ
仲良さそうに話をいたしておりました。それを見た奥様の方が目元までぼーっと赤くなりあそばして、知れないように山吹の咲き乱れてる花の方へそっと曲がっておしまいになりますけれども、お供をしておった小沢、三竿の二人は常から憎いと思い込んでおるこの和歌山の密実を見たわけでございますから、さては噂に違いはないと、そっとお供を外して後に残ります。この和歌山と門戸の密実を見た青沢と三竿はいいことを見つけた気で、これまたわざと道を外しぐねって汚染水の方へ出てまいりますと、今しも殿様はご近中の中をお連れになって御影石の矢橋を渡っております。誰じゃそこにおるのは。はい、小沢に三竿にござりまする。おう、小沢に三竿、ここで何をいたしておる。あ、はい、殿のお待ちを両人お待ち受け申しておりましてございます。うん、何事じゃ。恐れ入りますが、暫時お人払いを願いとう存じます。うん、人払い年に一度の勇気を催す今宵に何も人払いなどと申すほど内密なこともあるまいがその方たち、あちらへ参りおれ。はして、小沢、何事じゃ。はい、ただいまこの裏手のお山珍獣様の陰でお部屋の方、和歌山様と塚原門戸の二人が何かひそひそお話をいたし、さも仲良さそうにいたしておりました。なと申す。和歌山と門戸が人なき夜陰に話をいたしておったと。さようにござりまする。何を申す。和歌山においてそのようなことありようわけもなし。門戸とても役柄、まさかそのようなことあるはずはない。こりゃその方どもの見間違い、大方人違いであろうが、いえいえ、かようなことに人違いなどはいたしませぬ。あまりにむつまじく話をいたしておったので、ここにおります小沢が門戸様をお楽しみと一声かけましたら、慌てて桃園の方へ逃げてまいりましてござります。門戸には違いないとしても、その方たち確かに和歌山を見届けたか、顔はしかと見えませんでございましたが、御紋付きに裾模様のお姿は月明かりにて和歌山様と見受けました。御紋付きに花いかだの裾模様、白茶金どんす、波に千鳥の縫い模様のお見帯を召されたのは今日の和歌山様の御いでたち。御前お部屋様のほかにおいてかようななりをいたしおる者はあるまいかと存じまする。さようか、わかった。その方どもはあちらへ参りおれ。殿様は見ておるうちにまなじりがきりりと裂けて、月山の上から和歌山、和歌山、常にか似合わぬかんばしたお声に、さすがの和歌山も少し声を張り上げて、はーい、出てくるのを見ると、乱れ島の名船の着物に紫ちりめん中型、黒ジュスの腹合わせの帯を締め、ぶどうネズミの前掛けにひじれめんの肩たすき、そしてあがつまげたを履いております。なんじゃその方のつなりは。はい、恐れ入りまする。今日はたまたまのご法要ゆえ、若侍衆をはじめといたし、奥向きの者皆なりを変えて多くの催しがござります。で、私もつきましてはおでん屋をいたしそうと、伝屋の女房の身なりをいたし、
いたしておりまする。どうぞ殿に手製の田楽を差し上げたならば、さぞかしいご興も深かろうかと存じて、かようななりをいたしておりまする。どうぞお許し遊ばして、せっかくお待ち受け申しておりましたところ、急ぎの御声に急いでこれへ参りましてございます。うん、してその方は、先ほど鎮守の社の脇でモンドと何の話をいたしておった？え、私が？これはまた思いもかけぬことを行為遊ばします。和歌山一向に存じませぬ。黙れ、かように申しても、知らぬと言っても確かなる証拠があるぞ。これ誰ぞいるか？お、その方、小沢と三沢の二人をすぐにこれへ連れてまいれ。両人お召しにつき三女をつかまつりました。お、その方ども、林の中で和歌山と門戸の二人が話をしておったのを確かに見たに相違ないと申したな。御意にござりまする。ほれ見よ、両人はかよう申すのじゃ。一人ならばまだしも、二人とも同じところで同じものを見たと申す。もはや見違いはなかろうと思う。これでもその方は知らぬと申すか？和歌山、まことに迷惑をいたしまする。今日は当下屋敷に参りますと、すぐにこのなりに変え、田楽のお味噌の加減や何やかのかのと取りかかっておりましたところ、さようなところに参って話をいたしおる暇などどうしてはずがございましょう。手前のことだはともかく、ご重役の門戸様、かようなご嫌疑を受けられましては、さぞまあ迷惑なことにございましょう。こりゃ何としても身の明かりを立てねばなりませぬ。小沢殿、三沢殿、何を証拠にかようなことをおっしゃるのでございましょう？何？二人ははっと見ると、いつの間に着替えたのか和歌山の姿が違うので、しばし言葉がございませぬ。小沢、和歌山はかよう申す。見れば何もそっちたちが申すのとは似ておらぬようじゃが、これでも確かに和歌山に相違ないと申すか？まことに恐れ入ってござりまするが、確かにモンドには声をかけましたが、お部屋様のなりは先ほども申しました通り、どうやら。黙れ、和歌山は当下屋敷に参るとすぐになりを変えたと申すと、そっちたちの申すのとは全く違う。しかし和歌山、その方はどこに衣類を脱ぎ捨ておいた？御意にござりまする。今日は当下屋敷に参りますとすぐにこのなりに変え、丸と申す女中に頼みこのなりに変えましたのに相違ござりませぬ。うん、あちらへ参るはモンドのようじゃ。これ誰ぞモンドをこれ連れて参れ。モンド、もっと前へ進め。その方、先ほど鎮守の森の陰で和歌山と何の用があって話をいたしおったのじゃ？恐れ入ってござりまする。下屋敷ではお花見のご縁を開き遊ばすとはもうとうからの思い立ち。下下までおぼし飯の通りまするよう、ご邸内のあちこちを見回りおりましたところ、鎮守の見明かしが陰りましたように見受けられましたにつき、祠の方へ参って、かきたてようと参り、林の中を戻って参りますと、何者とも存ぜぬ一人の婦人が手前へ何かひそひそ申しかくる様子。
何とも見覚えもございませんので、しかも何も聞き取れませんので、聞き返そうといたしおりますと、後ろの方よりどなたか、モンド様お楽しみとけしからぬ声をかけるものがございますから、手前もハッといたし、桃園の方へ避けました次第。かようせらるれば、なるほど、そのような着物を着ておったかに存ぜられます。してそれは何者か、モンド心当たりはないか。月明かりと申しても林の中、林の中、もう何者とも存ねる、しかもとっさの間の出来事ゆえ、どうも見覚えがござりませぬ。かようなことに相なると知らば、もっとよく見極めておくべきであったに、不注意の段平にお許し願いとう存じまする。あ、手前は丸と申しまするもの。御前はばかりおわを存じまするが、先ほどからのお部屋様へのおとがめ、ことの行き違いもござりますれば、これにて一応申し上げまする。先ほど若侍が、モンド様のお袖を控えましたものは若侍の何がしと、丸は申し存じまする。と申すは、今宵はお庭内で様々なお催しもございまして、若侍衆は夫人の身なりをいたし、夫人もまた男となって目かずらをつけなどをいたしてござりまする。が、先ほどお部屋様のお召し物があちらにござりましたのを、若侍がこの美しいお部屋様のお召しを着て御前へ出たら、さぞまあご興も深からおかと存じます。このお召しを拝借しても差し支えないかと言いますから、いやいやいや、そりゃお部屋様のものですから、それは悪いと申しましたが、今日は特別の無礼講じゃ、好きに願うと申して、そのままお召しの包みを抱えていってしまいました。あ、それでわかった。あ、その若侍が若山殿の衣服をつけて、あっぱれ夫人になりすまし、手前をたぶらかそうといたしたのでがなございましょうが。ああ、なるほど。マルトやら、その若侍が若山の衣服を持ってまいったというに相違はないな。はい、いささか相違もござりませる。それとわかればそれでよい。今宵は特別の無礼講じゃ、常と違う、世は特に何事も荒立てては申さぬが、おさま、みさおの二人、それと見届けもいたさむで、人に濡れ衣を着せるというは甚だよろしくない。おって沙汰をいたすから、さよう心得よ。やぶをつついて蛇を出した形と相なり、打って変わったしっぺ返し、なんと返そう言葉とてございませぬから、二人はすごすごと御前を、下がりますけれども、こんな騒ぎでお花見の御宴もそこそこに、和歌山はかねてより企んでおったかねての陰謀、手を下すについで悪しく、そのままに思いとどまったので、奥方は身にかかった危難を不思議にも免るることができました。まったく世の中のことというものは、何が不幸、何が幸いになって、また人の知らないうちに身に降りかかっておるかわからぬものでございます。さて、お上はその家のうちに上屋敷へお帰りになりましたが、その翌日、小沢美沙夫の二人に50日の謹慎を申し付けられました。かように門戸和歌山の間をかねてより怪しいと睨んでおった小沢美沙夫の二人は、今日こそは
いい証拠をつかまえたという勇み立った甲斐もなく、完治に長けた門戸和歌山の端っこい仕方に見事してやられ、恥をかかされ、神の守備さえ散々な目に遭いましたので、悔しい無念はまず自分のことといたしても、第一奥様に申し訳の道が立たぬとあって、お花見のあった7日目の晩に無残にも自殺いたして相果てました。それやこれやで大和の神のなされ方は阿波様への聞こえもあしく、いかに太平の太平の今日とは申せ、かような遊びにふけるというものはよろしくない、少しくお慎みあってよろしかろうなどと奥様のお里よりお小言が来る。そこでまず表面だけは質素倹約をいたさなければならぬとあって、まず第一に急にご改革ということに相なり、まず衣服はお目見え以上は紡ぎ、以下は木綿、草加中に慎みを申しつける。それから文武を務めを怠り、文武二つ捨てる者は百石以上一部を厳陣、電池電畑所有の者はその分厳に一部を厳に応ずる一部を申し付けるというお触れ。あまりに過酷ななされ方で、何と言っても言いざまがございませぬ。ご家中の者は仕方がないと諦める道もありましょうが、さて町の者、町人役所百姓どもは驚いたの驚かないの段ではない。さまざまに江戸屋敷に向かって嘆願を送りましたが、これもお聞き届けがない。そこで天保8年夏の初め、売っちゃっておけば今しも百姓一揆が起ころうというありさまになりましたので、国表の重役ら評議の上、中心の聞こえたかき富安力と申す者が7月の末頃江戸表に出府いたし、殿様に歓迎を申し上げるということに相なり、着早々、お目通りを願い出ますが、江戸詰めのネイジンバラは、力を遠ざけようとして、なかなかお目通りをさせません。神はこの頃ご休息所にあらせられるとばかり、何遍参ってもお目通りがかないません。殿様は今日もご休息所で、和歌山に貸し付かれ、川瀬一馬、島田つとむ、老女川崎などをお相手にご主演の折から、富安力がお目通りを願い出ましたとお次の者より申し上げますと、殿様は軒の青すだれに来る涼しい風に水眼を吹かせながら、崩れかかる体をようようのことに支えられて、何力が、はあ、しつこいやつじゃ、ママ休息させてやれ、今日もね目通りはかなわぬと申せん。かような始末で何遍参ってもお目通りはかないません。ところが力は今日こそはと、覚悟を決めてまいりましたので、まだお取り次ぎの者の出てこぬ先にずかずかとお次の前入ってまいります。すると殿様は目早く見られて、いやいやいや、その方は力であろうが、まだ世が目通りならぬと申す世が言葉を待たず、ここへ来るとは無礼であるぞ。せっかくのご主演のお楽しみ、御妨げ申しあぐるは千万恐れ入ってござりまするが、力ぎ久々国表にまかりあり、御前様の尊顔を拝しませんのも長い間まことにお懐かしゅう存じまする。ことに国表より出府いたし早々、しばしばお目通りを願い出ましても、
ってお許しの出ませんのはいかなる次第でございましょうか。何はともあれ一時も早く肺がんを遂げまして、伺い申したきこともあり、また手前よりも申し上げたきことも数々もござりまするゆえ、お叱りをも変えずりみずご休息所に推参、お許しを待ついと間もなく各ご遊興の恩責をお定め申し上げるは申し上げましたる次第千万恐れ入りましてござりまする。いずれもがた誠に失礼をつかまつりまする。もし御前様、ただいま力の申し上げまする通り、久々にてお目通り願いたいと遠路はるばる参りましたものをかようにお叱り遊ばすとはあまりにお情けないかと存じまする。ここはご休息のお場所、まあ表だったことは追ってのことになさりますとも、まずはよく参ったと優しいお言葉をおかけくださいますようお願いを申し上げまする。ただいまお部屋様の申し上げまする通り、川崎からもお願い申し上げまする。一度我々もお願い申し上げまする。何事も新たしいことは御意あそばさず、お優しくいたわっておやりあそばせ。もし力様、この頃は暑さの加減か、殿にはとかくご完璧がお募りあそばし、おそばにおります私どもも始終ハラハラいたします。どうぞ何事もお気におかけあそばしますな。毒婦の口はことわざにも申す通り、毒婦の口は蜜のようで、その実は恐ろしい針を隠しております。力未定の良いことを言いながらも、その心を読もうとじっとその顔を打ち守りますが、こちらは一家中に評判の美男子しけれども、胸に一物を収める力は何のこの毒不明という蔑みの念がありありと顔に見えております。さようか、和歌山はじめ一同の願いゆえ、では力久々にて杯を取らそう。和歌山、あれは田舎侍じゃ、優美なる手振りは知らぬよってが、久々にて何か一つ聞かせて使わせ。ではほんのご座興にと和歌山が三味線を取ろうといたしますと、いやしばらく手前信州よりはるばる御酒をいただきに参ったのではござりませぬ。御座興のさようなくだれ歌など聞きとうござりませぬ。神のお叱りをこうむるとは存じながらも、手前は申せねばならぬことがござります。さようなざれ歌など聞きとうござりませぬ。お控えくだされ。黙れ。さように武骨なその方じゃから会うのは嫌じゃと申したのじゃ。下がれ下がれ。いやいや、何か言うたとてお聞く耳は持たぬわ。ああこれ、黙らぬか。黙れと申すに。御意に逆らい誠に恐れ入ってござりまするが、力は信州よりはるばる御酒をいただきに参ったのではござりませぬ。御座興のお相手に参ったのではござりませぬ。と申して、ここはご休息のお場所、苦言をいたすべきところでないところは力、不祥とは申せしかと心得てござりまするが、出府以来朝に夕に参殿いたしましても、ついにお目通りのお許しが出ませぬから、今この時を虚しくしてはまたいつ肺がんの折があるとも存ぜられませぬ。
何とぞご無礼の談は平にお許しくださり、力の心中恐れながらご推量を願い上げます。この度手前出府いたしましたろう御用向きと申すは、ご領地のありさまを申し上げ、何とぞご自責の上がりまするよう神のご考慮を願わしゅう存ずるのほかはござりませぬ。今このご改革につきましては、下役人はお高を減ぜられ、町人百姓どもは御用金を多分の御用金を仰せつけられ、浜津さえ百姓は6年以来不作に不作を重ね、こんなに困難をいたしおる折からひとしお何重の趣これ申し上げて再度の嘆願に及びましたが、これお聞き届けないため、今や ご領地においてはもはや百姓一揆も起こらんずありさま。主君の恩義といたしては、上下平等、苦楽を共にせられて、おぼしめしくだされてこそ、周囲なおのずから神を敬い申しましょうけれども、日々神の民の疾苦も知らず顔に、日々女どもに貸し付かれ、覚悟勇挙にふけりなさるるは、あまりといえばご思慮の浅いかに存ぜられまする。何とぞきっとお心を改められ、武器兵糧軍用機お蓄えあるよう願わしゅう存じまする。またご愛称も遠ざけ、ねいじんらを退け、ご失踪ご倹約を旨とされ、お願い申し上げまする。この頃のなされ方によりましては、身の分際を知らざる者ども、一朝の心一朝のご寵愛に心まんじて、自然悪きたくらみをなし、恐れながら恩目を傾けんなどと心が来るものなしとも限りませぬぞ。これはしたり、御前様のお部屋様の前をもはばからず飛んだことを申し上げました。ただ力は一心先進、君恥ずかしめを受けるときは真まさに質とある教えを守り、何とぞ君の心を旧に返し立てまつり、もし悪人どもあらばそれを追い払わんと心に決めて出府いたしてござりまする。御前様の御意に逆らいました段、幾重にも恐れ入りますが、ご返答を受けたまわらぬうちは、死すともこの御座を去らぬ覚悟をいたしてござりまする。とうとうと流るる水のごとくに利害を説いて歓迎を申し上げましたる力の熱声に、さすがの大和の神も言葉を挟む余地がございませぬから、力よく分かった、世が悪かった、その方の申すところはいちいちもっともに思うぞ、許せ、よく分かったとのお言葉、それを聞くより力ははっと畳に頭をすりつけて、しばらくは平伏いたしておりましたが、旅具合の群れ、おとがめもなく、お聞き届けくだされありがたき幸せ。そうかとうなられてはかえって困る。万事はそっちに任せる。よきに計らいくれよ。さあ今日は危険を直して、改めて杯を取らそう。和歌山、釈をいたせ。和歌山は心の内に
いまいましいやつが来た。殿様のよきに計らえの言葉が気にかかる。明日は自分の身がどうなることかと、胸には真理の炎を燃やしながらも、そこは独不の本性。心の内は色にも見せず、白尾のような手で調子をとってお酌をする。力も心よく思いてか、杯を頂戴いたしますが、なんかと思いてか、そのままお杯ことを頂戴いたし、お次の前控え所の方へ下がってしまいます。その明くる朝、和歌山は物思いに、自分の部屋で物思いにふけっておりますると、お次のものより川瀬純道がまかり入れましてござりまする。急ぎの使い何御用でござりまするな。何、他のことではござりませぬが、あの先だってのあの薬、あれは噂に聞くに、猫や珍ならその匂いを嗅がせたばかりで倒れてしまうと言いますが、本当それに違いないかしら。さようの通りでございます。まあご覧の通り、あれはザラザラしたものゆえ、そのままでは効がござりません。溶かした汁をなめるとか、または火の上に落としてぼーっと火を煙を立たせますとかすれば、天井裏のネズミも死にますくらい、まことに激しい薬でございます。では酒に浸してはどうでしょう。やはり同じこと、茶でも酒でも。でもまあそれだけでは、露見の恐れありと、匂いは消しましたが、実はこの度国のおためにならぬものが出府いたしまい、いたしてまいりましたので、寝弁を持って殿様にさまざまなことを申し上げた中に、聞き捨てならぬことがござりましたゆえ、杯を下された杯の雫をそっと拭うように見せかけて、そっとひとつまみ入れましたが、一向に感じた様子もなく、朝になっても噂を聞かぬのは御命。それは富安とか申す重役ではござりませんか。どうしてそれを。それはお次で承知いたしてござりまするが、はっ、富安は杯ごと頂戴して控え所に下がったとか、そういうのではござりますのか。どうしてそれを。に違いありませんか。それは大変。あなた手盛りを食いましたぞ。で、富安は今お次の、控え所におりますか。それは、それはどころではありません。露見の暁にはあなたばかりか、苦労の身の上こうしてはおられませぬ。誰か早く早くお次、誰か人をやって確かめなされ。和歌山のは何が何やら、手を打って女中を呼んで人をや、それとなくやって探らせますと、どうやら昨日さ、夜のうちに裏御門より覆面をいたして誰か出てまいった様子。おそらくそれが富安が耐え忍んで参ったものであろうとのこと。両人は顔の色を失いながらも、なおもひそひそ話をいたし、純道は慌てて部屋を出てまいりました。さて、お話が変わって、 お藤は長年奥様のおそばに仕えておりまするが、日に増し募る和歌山のわがままから、昔に変わる御殿の様子、さらでだに秋の身にしむ今日この頃、とかく物思いにふけっては心細げにしておいで遊ばす奥方のお姿を見るにつけ、和歌山さえいなければかようなことにはなりようこともないものと、一
人知れぬ涙に袖を濡らしております。がある朝、いつもより早く起き出て髪化粧を整え、衣服を改めて奥方の お部屋へ朝のご挨拶をに伺いに参ります。おう、藤か、今朝は大層早く出てまいったの。秋の仲間とは申しながらも、ずいぶん霊気が増したようであるの。よいにござりまする。こういう時にはお風邪を召し遊ばさぬようご用心なされませ。お肌薄うはござりませぬか。なんぞ私は良いが、そなたこそこの頃は血色が悪いように見えますぞ。どこか悪はないか。時効に当たらぬようにしてくれたもれ。ありがたいおぼしめし。富士はどうこう言うと申すこともございますまいが、奥様こそこの頃はおすぐれ遊ばさぬご様子。失礼ながらそのことばかりが心にかかりまして、なんの私のはいつもの持病、心がちょっとのこれも持病が、これも時効がようなったら、うん、収まるであろうに、決して心配しないようにな。恐れ入りまする。つきましては今日はちょっとお暇をいただきとう存じまする。何暇を。あ、そなたには珍しい願い。やらぬとは申さるが、何か急ぎのようでもできたのか。はい、伺いませば、今日は父の御番とのこと、ちょっと面会したいこともござりますから、暫時のお暇をお願いいたします。ああそうか、あいいや、行っておいで。でもな夫人、そなたがおるとうさも忘るることもある。小沢のことを思い出すにつれ、そなたのことを杖とも柱とも心力に思っておりますぞ。一日顔を見ないだけでもなんとの気がかりじゃ。ありがたいおぼしめし。長年お目かけられました朝からぬ大奥様のご恩、富士は死んでも忘れはいたしませぬ。このあととても末永をおそばにおりとうは存じまするが、明日もわからぬ人の身の上。今日は父の御番とのことですので、ちょっと役所へ参りますばかり、暫時のお暇を願いとう存じまする。これ富士、常にない遠方でも参るようなかようなことを言いやると、私も何とのやりとうない。急ぐ用事でないのならば、今日はやめてまたの日にしてはどうじゃろう。これはまたお叱り遊ばすも小ぶりはない。おそばにお離れるのがおつろうございますので、長のおいとまでもいただくようなかようなことをお気にさえられましては恐れ入りまする。ほんならよいが、今日は気色が悪い。じゃあ早く行って男児の機嫌を聞いたら、急いで早く帰ってたもれ。はい、恐れ入りまする。もう行くか。はい、男児のお暇を。夫人。はい、なんぞご用でございますか。気丈なお夫人もこれが今生の別れかと思いますと、なんとなく後ろ髪を光る思い。富士と呼びかけられました奥様の御声を幸いに振り返って
保護しをかがめ手をついたまま奥方の恩歌を眺めハラハラと時ならぬしぐれを膝の上に降らしましたが気が弱くてはかなわぬと声を張り上げてでは行ってまいります。富士は山口男児の詰め所へ参ります。おお富士か、お父っ様ご機嫌よろしゅう。おお、なんか用か。はい、久々のご当番と伺いましたゆえ奥様に暫時の暇を願いて伺いました。おお、さようか。おっか様もおかわりございませぬか。慎太郎もさぞ大きくなりましたでございましょう。もう皆変わることはない。だがの富士、わしがかねがね言っておる通り、もう奉公中に親に会いたがれというのはよろしくない。そちが丈夫でご奉公いたしてくれれば、それ神の通りがよろしいというのを聞くのが親にとっては楽しみ。そちもわしのことを思うてくれるならば、ご奉公をくれぐれも大事にいたしてくれよ。いつまでも奥様のおそばにいられるわけでもなし、予定を良縁もあらば、いやでも御殿を下がらなければならない。そうなれば、もう少しの辛抱じゃ。そうなれば毎日でも顔は見られる。中高領土は全からぬもの、そちが忠義を尽くして務めてくれさえすれば、神の通りもよろしい。それを聞くのが親の楽しみ。そちが忠義を尽くして務めてくれればさようなれば。お、いいえ、そのお言葉を忘れはいたしませぬ。おう、そちのことはバンバンわしも承知いたしておるが、顔を見るとつい何のかのと、言いたくなるというのもこう思う親心。見れば顔の色がちと悪いようじゃの。どっか悪はないか。いいえ、夜詰めの明くる日はどういたしても。どうぞ富士の実は決してご心配遊ばしますな。時効も不順でございますから、朝席おいとやそばしませ。それに召し上がり物なども気をつけてくださいませ。人は心配が一番毒でございますから、何事もお気楽にご養生なされませ。このあともう少しすれば奥様より暫時の宿下がりの暇をいただきますので、その時にお目にかかるのを楽しみにいたしておりますと、お母様慎太郎にもよろしく願います。おお、よしよし、わかった、優しい奥様にお使い申すがそちの幸せ、それでは、ではお父様ごきげんよう。なんじゃ、遠方にでも参るように。富士、そちはどうかしわせぬか。いいえ、あ、それからもうよそ、夜ずや宿下がりもキンキンだとか、その時のことにいたそう。詰め所に夫人の名が凍るのはいくら親子でもよろしくない。さようなれば、くれぐれも奥様に大切にお使い申せ。この頃には特にな。さあもう行きなさい。ご機嫌よろしゅう。と富士はじっと父親の顔を見守りますが、
しばらくするとスタスタと局の方へ帰り、自分の部屋へ帰って、表はそのままのものを着ましたが、内側には白の無垢を重ね、妙法蓮華経の数珠を打ちかけ、帯の間には懐剣を隠し、心の内を悟られまじと、しずしずと歩みを運びます。その行く末はいずこでございましょうか。